もぐもぐ。シュトーレン美味しい。粉砂糖がたっぷりまぶされてて美味しそうだね。美味しそうなのはいいけど、それいくつ買ったの？たくさん。紙袋パンパンだもんな。お店の人もまさかモカ一人分とは思わなかったんじゃないか。まあモカなら余裕で食べちゃうんだろうけどね。いや、生地に練り込まれたドライフルーツがいい味出してますな。外国だとシュトーレンを毎日一切れずつ食べてクリスマスが来るのを待つっていう風習があるんだけど、モカにはそんなの無理だよな。当然そこにパンがあったら食べちゃうのがモカちゃんですから。モカって本当に美味しそうに食べるよね。そんなに食べたいならひまりも買えばよかったのに。だってクリスマスの季節は誘惑が多くてついつい食べ過ぎちゃうし。けど今日くらいは食べてもいいんじゃない？あっちに美味しそうなスイーツのお店もあるよ。誘惑しないで。トモエ、なんかクリスマスらしくて食べ物屋さんじゃないお店どこかにない？なんだあの人だかりは。わあ、クリスマスリースの手作り体験だって。好きな材料を選んで自分だけのリースが作れるみたい。へえ、用意されてる材料も結構本格的だね。プリザーブドフラワーとか使うのもありかな。プリザーブドフラワーってこれのこと？そう、それ見た目も生花に近くって長持ちするんだよね。私もこれ作ってみたいな。それじゃ受付に行こっか。